明けましておめでとうございます。2024年令和6年も夢挑戦の動画チャンネルをよろしくお願いいたします。今年もオリックスバファローズを中心とした野球系動画を、そして鉄道系動画をアップしていきますので、よろしくご視聴くださいね。2024年1月、新年早々大きなニュースが飛び込んできました。日刊スポーツによりますと、広島が5日、FA 移籍した西川龍馬外野手、29、の人的保障として日高渥美投手、19、を獲得することを発表した。西川が抜けた、野手ではなく投手、即戦力ではなく次世代を担う素材型の指名に至った。未知数ながら若くてスケールの大きい素材の流出に、オリックス福良 GM はルールとはいえ現状を守るのに必死で、そこドラフト5位高卒2年目の日高をプロテクトするまで手がいかなかった、若手に行かれたと残念がっていたそうです。赤い天才西川龍馬獲得の代償は大きなものとなりました。前年度は西武から森友哉、そして今回広島から西川龍馬を FA で獲得したオリックス。今回は2024年今年 FA 権を獲得する選手についてお話をしていきますので、よろしくご視聴くださいね。まず2023年に FA 権を行使した選手は、山川穂高内野手福岡ソフトバンクへ移籍、石田健太投手横浜 DeNA、 宣言残留、西川龍馬外野手オリックスへ移籍、山崎幸也投手北海道日本ハムへ移籍、松井裕樹投手パドレスへ移籍、海外 FA 権行使、平井克則投手埼玉西武、宣言残留、田村達弘捕手千葉ロッテ、宣言残留、海外 FA 権。その他の選手は FA 権行使せず残留、自由契約、移籍、戦力外、移籍、引退となります。では今回のテーマ、2024年中に新しく国内 FA 権を取得する可能性のある選手です。すでに FA 権を行使したことがある選手、現時点で FA 権を持っている選手を除きます。まずセントラルリーグです。タイガース大山雄介選手、糸原健人選手、原口文人選手、青柳晃洋選手、坂本誠志郎選手。カープは新たに国内 FA 権の取得が見込まれる選手はいませんでした。ベイスターズ、京田陽太選手、佐野啓太選手。ジャイアンツ、大城卓美選手、高梨雄平選手、重信慎之介選手。スワローズ、小川泰弘選手、高梨弘俊選手。ドラゴンズ、岡田俊也選手、福谷浩二選手、木下拓也選手。次にパシフィックリーグです。バファローズ、山岡泰輔選手、西野雅弘選手。マリーンズ、美馬学選手、西野雄二選手。ホークス、有原航平選手、石川修太選手、甲斐拓也選手、牧原大成選手。イーグルス、坂井智人選手、田中和樹選手。
ライオンズ、増田達志選手。ファイターズ、玉井大将選手、江越大賀選手、石井和成選手、かっこ、上沢直之選手。フリーエージェント制度、FA 権の取得は、プロ野球選手にとって、自らの力で手にした。確かな権利です。他球団の自分の評価を幅広く聞く機会でもあり、また、自身の評価を高める機会でもあります。そのため、FA 権取得の前年は、単年契約で勝負するケースも多いようです。2024年のシーズン後、すでに FA 権を持つ選手、新しく取得する選手、誰が権利を行使し、移籍することになるでしょうか。シーズン中の活躍具合や成績、また首脳陣からの扱われ方、CS や日本シリーズ進出を含むチームの順位、それらにより、宣言しよう、このチームに残って頑張ろう、など、決めることもあるでしょう。阪神の4番大山雄介選手が、FA 宣言して、巨人かロッテへ行く、という噂であったり、中日の木下拓也選手が、東北楽天へ行くんじゃないか、とか、オリックス、山岡泰輔選手が、地元の広島へ帰るのでは、という噂もあります。皆さんは、誰がどこへ移籍すると予想しますか？あるいは、誰に行使してどこの球団に行って、もしくは来てほしい、残留してほしい、でしょうか？コメント欄に書いてお知らせくださいね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。Thank you for watching. Don't forget to like the video. よろしければ、コメント、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。Please subscribe to my channel. 参考、引用、日刊スポーツ、産経新聞社ベースボールチャンネル、NPB 日本野球機構、ウィキペディア、スポーツ日本、産経スポーツ、スポーツ報知、西日本スポーツでした。